はいこんにちは大竹誠です。今日は十二月の十五日の金曜日。今日のパートナーは目の息付です。はい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子です。えそして金曜日ははい青木様です。よろしくお願いします。はい今日はもう十二月の十五日。今年もあと二週間ちょっとつうことですか。早い早いですね。はいそういうことですね。 します。なんか。ん準備してるの、クリスマスとかうう。きるよ。るクリスマスは。鳥の丸焼き作ろうと思って。鳥の丸焼き。今週。うん、今週は来週予約、うん、まあ、取引予約しに。行って あとはもう、うん、えっとお正月、うん、に着る着物の菓子衣装屋さんにもうどれ着るか見に行ってきたしえ、うんうん、ちゃんといろんなことしなくちゃいけないんだね<ー>寒い中でえ <laughs> 俺んちはもう鳥とかそんな何にもねえなうん山崎の,あのケーキ小さなケーキをばあ<ー>さんと二人で <laughs> つましく食べるみたいないいんじゃないですか。すね、まあ大体だってクリスチャンでもなんでもないんですから別にクリスマス祝う必要ないですよ。うん、そうだね。うん、そうです。私適格だから大体12月の頭くらいに女友達にみんなにクリスマスプレゼントあげるでしょ、うんうんうん。そんなことするしてるんだ。なんかそう大体、えー、誕生日の1ヶ月前にプレゼントあげるでね。そんなに前に。まあでも。うん 鶏の丸焼きは手間かかるけど美味しそうだね。やねどうしようかな中に何入れようかなと思ってジャガイモにするかピラフにするかパンにするか。そうそう。あんなのね入れたりするらしいですね。あんなのケツの穴からセロリとか突っ込むだけじゃないの。セロリも入れるよ。そうなんですかセロリも。あのケツの穴にケツの穴にっていうかケツの穴にあのビールの缶に少しそのビールを残しておいて。はいはい。 でその鳥のケツをちょっとかわいそうなんだけどギュッて大きく広げて刺してそれでそのまんま丸焼きっていうか丸蒸しするとうまいですよ。キャンプでよく食べるのはどういうことビールをどうどうビールの缶あるじゃないですかビールの缶の缶ごと刺すの缶ごと刺す缶ごとお尻に刺すんですよ知らないよそんなそれで下からこう下からっていうか全体的に蒸し焼きにすると。 ケツからビールそれは青木さんの田舎の風習いわゆるキャンプ

足の桃たりだけでいいな俺はそんないろんなとこ食べたくないね韓国にね僕韓国にサムゲタンもそうだけどサムゲタンはひな鳥なんですけどタクハンマリタクハンマリっていうのはタクっていうのは韓国語で鳥って意味なんですけどハンマリっていうのが一匹ってことなんですけどだから文字通りタクハンマリっていうのは鳥一匹っていう名前なんですけど。 そ,のそれこそ本当親鳥のでっかいのを、うん、その鍋で、はい、そのまんまこう煮るんですよ。はいはい、でハサミでジョキジョキ切って食べるっていうこの鍋があるんですけど、うんうん、これはね、まあ、韓国の、ねうん、最近こうグルメ皆さんよくご存知でしょうから知ってる人いっぱいいると思うんですけどこの「クハンマリ」っていう鶏鍋はうまいですね。日本だとなんかそういうお店行く時はなんかこう予約が必要ですみたいなこと言ってなかった なんかその日に行って簡単にはできねえよみたいないやいやもう韓国のその高はまりなんていうのはもうその,その日に行けばおばちゃんがドーンって鍋出してくれて鍋もあれですよ日本で昔の,のアルマイト鍋っていうんですかはいでちょっと茶色っぽい、うん、あ,のあの鍋の中に鶏がバンと入っててでニンニクのみじん切りとじゃがいもとあと上にネギかなんかバサッとのっけてあ,あ,あ,あのよくおでん作る時使うような鍋う手持ちのねああいう鍋に入っててそこの深いはいで、うん もうんで煮えたらおばちゃんがハサミでジョギ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 それ切ってくれてそれ食べるんですけどはうまいっすよ、うん、うまい<ー>うまいはいそうか鶏鶏丸々だからいろんな部位が入るからやっぱりうまいんですよ、うん、先週もちにジャム つけてっていう話で、はい。あ、しつこいです、ね。じゃ、俺ひどい、ひどい目にあったんだよ、俺、<laughs> 俺ひどい目にあったんだよ、それなんか。ね、どっかで上がってたんだよ。何がですか。で、その、俺がジャムつけて食うみたいなのが、別の。 情報でこたつ記事になったんですね。そうそう、こたつ記事っていうのは、なんちゅうの、うあの、もち、にジャムみたいな見出しがついて。一人目にあったんだよ、なんか。攻撃、攻撃とまでは言わないけど、別にされてもいいんだけど。バッシングされたんですか。いやいや、よく知らないんだよ。でも、なんか、そういう記事が上がってて。なんか、まあ、攻撃じゃないな、あちこちで、それが。話題になってたっていう。話題になってて。 ジャムはないよねみたいな話題になってた。やっぱり。やっぱしね。いいじゃないです。こたつきいやですか。こたつ僕もだって <laughs> あのテレビの某番組なんかで喋るとこたつ記事で猛烈に批判されますけど、うん、まあさすがに持ちにジャムは批判されてもしょうがないじゃないですか。<laughs> かね、たまに <laughs> こたつ記事ってさ<う>超自分がされるとさ。うん カッとすること多いんだけど、たまにすっごいこたつ記事で面白いのあって、みんなの意見とかが載ってんのが全然なんていうの、あのタレントさんとかが話すよりもう面白いニックとか出てきて、それただずらっと書いてるだけで面白いから。でもこたつ記事はね、あれ良くないですよ。だってそんなね、そんなってまあテレビとかラジオで喋ったことを書いてるから、まあそれ書くなとは言えないんですけど。 でもさすがにね、そんなそのね、そのテレビやラジオで喋ったことを単にね、その横のものを縦にするだけでもないような作業をして、要するにページビュー稼ぎでしょ。でしかも僕なんかの場合は悪意込めて書かれるから、青木がこんな独自の持論を展開したみたいな。あの X のコメントがそのこたつ記事の中にこういうこと言ってたっていうのを載ってた私が超笑ったのはあの。 なんで岸田さん増税メガネって言われてる頃にうん、うん、みんながなんかメガネについて語ったことが書いてあるんだけどうん、うん、<laughs> それ普あのー、こうなんかそういうのよくないよねみたいな、うん、増税メガネ、はいえー、みたいなのよくないよねった森永卓郎さんが、うん、あのー、メガネに「はいあのー、うんこ」 の絵を描いたメガネかけて増税うんこメガネって言っててちょっと俺ここまでやるかっていうのがちょっとおかしかったんだけど増税メガネ森永さんライザップメガネだもうあれ太った太ってないよね知らない太ってなかったよこの間会ったって時偉いよねあの こたつ記事ってねあのこたつ記事って結構批判があって例えばその有名な作家さんなんかだとこうその X 昔でいうツイッターにちょっと書いただけでそれを結構スポーツ紙のネット版なんかが記事にするもんだからその一部の作家さんとか著名なこうジャーナリストの人なんかはその X のところにねこたつ記事への天才は ご援助願いますとか書いてあるる人がいるんですよあれ結構だからやっぱり批判があると思うんですけど、うん、この間僕があるところでトークショーみたいなのに出たら、うん、終わった後にある新聞社の人が寄ってきてトー、はい、スポの記者さんなんですけどトースポの記者さんが僕のところに来て、うん、名刺を出して「うん、あっんとかって今日お願いがあってきました」って言うから、うん「どうしたんですか?」って言ったら「 青木さん今後も青木さんのこたつ記事を書かせていただいてもよろしいでしょうか <laughs> <laughs> 面白い <laughs> ちゃんと挨拶をスポンの記者の人が来て、うんうん、えでじゃあ やめてくれって言ったら「やめてくれるんですか?」って言ったら「いや大木さんがもし本当にやめてほしいんだったら上司には伝えます」って言ったんだけど「すト東スポ」さ一回私書かれてインタビューされてないことが記事になってたことがあって「あっためきたらそんなこと言ってないのに」と思って電話して文句言ったのよそしたら「東スポ」ですよって言うから編集長が出てねその時のねだから私「何言ってんですか?」って朝日新聞 読み入る新聞もトースポであろうが私にとっては10日ですったらちょっと黙って「いやそれほどでもありがとうございます」っていうのを <laughs> もうなんか笑っちゃうと。いやでもさちょっとそういうトースポちょっとはみ出してる、まあ、相手ありますよ、ね、いや、まあ、そういうの俺は逆にあってほしいというそれでなんかこう書かれたとしてもまあトースポじゃしょうがないやっていう感じもちょっと あるじゃないでまあそれは俺ありだと思ってるんだけどね。いやおっしゃる通りでただねちょっと意地悪言えばね「お前らプライドはないのか」と「こたつ書かせていただいてもよろしいでしょうか」って言いにくるのも言いにくる方だと思うしただあの今室井さんが言ったのも結構肝心なところでかつてだったらやっぱり朝日新聞と例え出して悪いですけども朝日新聞とトースポって言ったら「 明確に読者層も違うわけですよだけど今ネットで例えば「室井ゆずき」って弾けば「トースポ」の記事も「朝日」の記事もほぼ10日で出てくるじゃないですかそう考えるとかつてみたいに「いやうちはトースポですから」っていうふうに誰もがねそう思ってるわけじゃないのでだからやっぱりそら辺はちょっと昔とは違ってきてるっていうところはあるのかなっていう気も私からしパカブ チパカブラのことをやってたでしょ何チパカブラユーマよユーマユーマってあのそ味覚人生物とかそういうのがいるチカパブラ俺読んでないから知らないんだけどさやってたわけねまあねトースポはねトースポはねでも青井さんに反論まではしないけどまあ俺今日なんかもこう g 事問題やるじゃんでもやっぱし ネタ元は、はい、あの大手の新聞とか、はいはい、それからあのなネットのとか信頼できるネットの記事とかを、うん、まあここであの、まあ、自分の意見もあったりなかったりしながらしゃべるわけだから、はい、まあその循環は何ていうの、うん、そのていうの、まあ、逆にさっき言ったあのこたつ記事かどうか知らないけど、まあ、別に俺ら書かれても。うん まあ切り抜きで撮られてもまあ別になんかこう例えばこのラジオで喋ったことをき取るなんか切られてもそれはラジオ聞いてない人はねまあうそういうふうに読むだろうけども聞いてる人はなんかそこの落差はちゃんと分かるわけじゃないで逆になんかその記事が。 なんかこう,そう,いうことそういうことなら面白そうだから聞いてみようみたいなことにもなんか循環する、まあ、それは俺がバカのこと言ったとしてもよでバカのことが乗ったとしてもよ、まあ、その循環作用みたいなのもちょっとあるんじゃないかなと思るしね いやそのこたつ記事の担当ってさをいくつぐらいの若い子だった男の子？ああさ書かれてもさこう考えようとしてたわけイラつくこともあったけどでもさ子供いながらさ在宅で仕事してるのかもしれないじゃんまあねでもお竹さんがおっしゃるところも一理あってね。 僕はだって、まあ、小竹さんもそうだと思うんですけど、うん、まあテレビにしても、うん、まあこの番組にしてもそうですけど、はい、こうやって公のね、うん、電波で喋ったことを書くなとかね、うんうんうん こうかけとかね、そんなこと言えないじゃないですか。そうですね。もう一回発信したことを少なくとも曲解したり言ってないことを書いたりとかしたら、いやだからどいでしょ。言ってないこと。それは問題だけど言ったことを書かれるのはしょうがないよねっていう話はそのドスパの人に言ったんですよね。でまあましてやねおたけさんみたいにもううちにジャムとかが言ったらそれは書かれてもしょうがない。そこに戻りますかしょうがないかなっていう感じ。はいやいやいや。だから別 別にいいよ俺「餅にジャム」って書かれても生地の抜き出しするところで嘘はこかないでほしいんだけど室井柚月が何とかで激怒とかって激怒ちゃんとラジオとか聞いてもらえば分かるけど激怒したりしてなかったりするじゃんそれはちょっと違うんじゃないかなと思うよねなるほどね。 まあその辺どうだろうな,あなんかこ,こっちはもともと出が、まあ、ね出がコメディアンだから、うん、その立場違うからまあコメディアン的なこと言えばどんな記事でも書いていただいてありがとうという立場もあるわけだよね。じゃあこう書かれても、うん、例えば「うん、えと大竹こと餅にはジャムとぜ、うん、絶賛」みたいな。 絶品おすすめ餅にジャムとか書かれたら嫌じゃない。<laughs> 困ったな。<laughs> あるけどそれ全然間違ってないじゃん。大竹まことおすすめ以。間違ってたろ。間違ってないじゃん。すすこの間食べたんじゃない。いろんなものをつけるでしょっていう話の流れで。 まあちょっとやったことのあることをば俺年正月来たら餅にジャムばっかりつけて食ってるわけじゃないないじゃないそら急いばきもきのきなこもいろいろいやでしょおたけまことお姫ですただただジャム餅おじさんとか言われちゃってるう正月に正月に餅にジャムってなんかおめでたい感じがしていいですよね。 白に赤でねでそこにちょっと緑かなんかが添えればいいからなんかクリスマスじゃ何クリスマスかそっかクリスマスかあれもう決まったね大竹まこと。あれだよ青木治絶賛レシピもちにじゃん俺は絶賛してないっつよ俺は絶賛してないっつよそうだねまあ俺が書かれるもねけどね青木絶賛って書かれたらどうするいやそれはだって事実が違うじゃないですか俺よく前回今回と 一度も絶対してない,いやだから事実 <laughs> の違うこともあるのよ。<laughs> そういうのはもうね、たまにね、ううええ、もう、まあ、なんかわかんないけどあれだね。まあそ,そのひまあネットの誹謗中傷はね、うん、あれはダメだなと。うん、それはもうあれはなんかこう前全統用の抑制が効かなくなって書かれたみたいなことを言ってたけど、うんうん、確かにその抑制が効かくなくなった。 ものが誹謗中傷にね溢れてるっていう説があるんだけどまあそうなってきてるなっていうふうに俺も思うけどもまああれはちょっとまあ俺あんまり見てないからどんなふうになってるか知らないけどでもあれはダメだよなってう思うんだよ。そう 一概に言えなくてね例えば最近だとジャニーズの性被害に遭われた方がねネットだけじゃないでしょうけど誹謗中傷を気に病んでね命を絶っちゃうみたいな事件もあることを考えると五郎さんもね五郎さんなんかもそうですしだからそういう本当の意味での誹謗中傷と大竹さんがおっしゃってるような例えば芸人さんの世界で。 無視されるよりは注目される方がそこもあるんだよある種売れてるからっていうところもあったりとかするっていう面でのこう書かれ方騒がれ方っていうのとどう区別するかっていうのは。家族に見せれないような文書家族とか見せれない見せられないような言葉は書いちゃだめだと思うよ家族とか恋人とか。 人と別れようと思うようなことは書いちゃだめだと思う。うん、まあその辺はあの関わってないから分かんないそれだから、ね、誹謗中傷のやつとは別にっていう意味室井っていうのはそっちのことの方でしょまあそれはダメだっていうのも、うん、そこはもう意見は一致してるわけでしょ、うん、そこは。ああであれだよねよくあのその人のとこに尋ねてみると普通の。 なんかこうちゃんとしたっていうのも変だけどなんかおじさんだったみたいな記事がよーく出てるけどね。ねうん、だからあのよく寝トウヨみたいな人がどんな人なのかっていうのを探っていったらねまあでも聞かれまあでもまあこんなこと言ったぞって大竹がこんなこと言ったぞっていうのはちょっとぐらい変わってても別に。 そのの人捉え方だかかららななぐいいしあんまり思わけどねそれは大きく変わってたら嫌だけど「いやまあ一生もちにジャムつけて食ってやりゃいいんだろう」なもい急いばきも何も食べなきゃいいんだろう」もでも性格を期して改めてちょっと聴取したいんですけどはいそのもちにジャムってのは食ったことあるんですよねあるよないってだから食べたけどあんまりおいしくないやいや違う風呂に聞いてんじゃないんだ風呂に聞いてんじゃないと大滝さんに聞いてあるるですよねうん じゃ、結構、結構定番として食ってるんです。定番ってまでは言わないけど、た、だから、ね、あんこつけて食うでしょう。それはもう聞きました。ね、もうそれは聞きました。ブルーベリーはちょっと合わないなって言ったでしょ言ってないか知らねえ。そうだろ。そうだろ。いちごのジャムが。いちごのジャムだとか、あと、それから、なんだっけ、なんだっけ、あれ、なんていうんだ。

ちょっとあの仕事で疲れてあ、はいあの、ちょっと何か小腹すいたなと思った時っとき、ちょっと、ちょっと当分が取った方がいいなっていう,時、うんそう、そういうときにね、はいって、なんか静かな結論に出して、<laughs> してよかったじゃない、はい、はいはいはい、鈴木さん、お願いします、はいはいえー、まず、岸田内閣支持17%、裏金疑惑で続落、不支持は58%、自民支持も2割切る、時事の世論調査からです。 これは時事通信が8日から11日に実施した12月の世論調査で明らかになったものです民主党政権が誕生する直前に調査した2009年9月の麻生内閣以来の低い支持率となりました えー、そして朝日新聞、松野氏、語らぬまま幕切れ、最後の会見でも差し控える捜査中とあります。えー、結局、昨日辞任した、えー、松野官房長官自身の疑惑には最後まで口をつぐんだまま首相官邸を去りました。 また同じく辞任した西村経産大臣も今一度精査して捜査当局にも求めがあれば全面的に協力をしてしかるべきタイミングでしっかり説明していきたいとの説明を繰り返したということですね。 こちら特報部から、えー、派閥の裏金で思い出されるのは2004年、橋本派の1億円闇献金事件と、えー、引き合いに出しまして、えー、その時に、えー、主任検事を務めた若狭勝弁護士に話を聞いています。 今回のポイントは不記載は派閥の指示と話し始めていることだ具体的に誰がどう不記載にと指示したのか連日大きく取り上げられており少なくとも政治家1人はきちんと起訴しなければという気概だろうと見ているということですがまあ、そもそも政治資金規正法は真ん中に大穴が開いたざる法、えー、これは、えー、郷原 弁護士が言ったことですけれども法改正に向けた議論も本格化しないと政治と金の問題は繰り返されると記事に出ております、はい、また、うんえー、費用が上振れしているというのがまず福島第一原発の賠償除染などの処理費用について朝日新聞から処理費1.9兆円増とあります。 えー、当初の、えー、従来の21.5兆円から1.9兆円増の23.4兆円に膨らむ見込み、えー、このうち賠償費用が上振れの主な要因となったと記事には出ております。 同じく上振れといいますと膨らむ万博運営費1160億円とあります。これも朝日新聞からです来場者が少ないと赤字の可能性もあるということですが2025年の大阪・関西万博運営にかかる人件費などの運営費が計画段階の809億円より4割多い1160億円になると発表しました。この 万博に関連しては毎日新聞の社説に膨張する万博経費身を切る努力が見えないとありますまた東京新聞から昨日の記事ですがマイナ保険証で一旦10割負担が141件あったということです全国保険医団保険医団体連合会保団連が昨日マイナ保険証の利用をめぐるトラブルの実態調査の結果を発表しました それによりますと医療機関のカードリーダーのエラーなどで保険資格確認ができず患者に一旦全額請求した事例が途中の集計ですでに141件あったことが分かったということです、うん、そして今日はメインディッシュに町山さんご出演ですけれども、うんうん、町山智博さんご出演ですが、うんえー、今日の東京新聞には アメリカ大統領選トランプ氏独走変わらずとあります、はいうん、トランプ前大統領77歳、党内支持率で首位を独走、うん、こういった記事です。はい松、えーま、山さんはリモートで、はい、どこからカリフォルニアどこフォルニアの方にいらっしゃるねえー、ちょっと楽しみにしてるんですけどまああるですよね。 あのアメリカのトランプがどうなっていくのかっていうアメリカのことそれからアメリカから見,見たこの日本の政治の手たらくあともう一つ何かこう「オッペンハイマー」っていう映画をまだ日本じゃやってないんだよね、うん、原爆を開発したその3つぐらいを中心に町山さんにはお話を伺いたいと思っておりますさて青木さんさっきまで記事が上がってますが何か気になりましたかこの 安倍派の、まあうん、いわゆる政治,資金収支あの政治資金集めのパーティーの裏金問題ですけれどもどこまでいくのかですねあの13日に国会があ臨時国会閉幕をして、うんえー、おそらくこれから報じられてくると思うんですけども東京地検特捜部があいよいよ本格的に捜査を始めると思うので、うんまあ、現時点で間違いなく言えるのは、うんえー、安倍派 の会計責任者、うん、この刑事責任の追及っていうのはこれは間違いないと。うん、これはどういうことかというと。えー もう今、メディアで報じられている通りこれ、朝日なんかも各種報じてますけれども少なくても5億円の金が派閥に1回入ったのにキックバックされて不記載になってたつまり、派閥へのお金の入りもそれから派閥から出て各議員にキックバックされたのもこれ、トータル5億円あるんだけれどもそれが一切金に政治資金収支報告書に書いてなかったということになると当然ながら政治資金規正法違反。 えー、収支報告書の不記載虚偽記載ということになるのでそれが多くということになると会計責任者は間違いなく刑事責任を追及される場合によっては逮捕されるかもしれないということですよね。うん、でかつ、えー、この会計責任者っていうのはこれ政治家じゃないんですけれども、うん、当然ながらその事務総長として、うん、え仕切ってきた歴代の、はい、だからこの時効にかかんないのは5年なんですけれども。うん 下村博文さん、うん、それから西村、えー、前経済産業大臣ですね、うん、それからもう一人は現在高木前国対、えー、委員長になるんですか、うん、この3人は場合によっては知っていた、うん、あるいは指示を出してたってことになれば当然ながら刑事責任追及の対象になると。うん、で会長の細田さん、えー、安倍さんはもう亡くな,なっているのでこれは刑事責任は追及できないんですけれども、うん、キックバックされた側 もうこれ政治資金収支報告書に載せてなければえ刑事責任追及の対象になりますからでえっと去年ですね薗浦健太郎さんという千葉選出の自民党の議員さんが4000万円の不記載でえ在宅起訴刑事責任追及されて罰金で公民権停止3年ってことなのでそれを一つの基準にすれば数千万単位でキックバックを受けてた議員は当然刑事責任追及の対象になるということになってくると。 特捜部がどこまでやる気かでやれるのかっていうところはありますけれども場合によっては数人からあるいは十数人くらいまあ与党巨大派閥の政治家が軒並み刑事責任を追及されてまあうんその逮捕されるのかその実刑なのかまあ,あるいは罰金なのかともかくとしても罰金以上だと公民権止まりますのでその公民権が止まるような処分が出るってことになってくれば。 まあ、こう、その、その政治と金の形態の違いとかね。うん、悪質性とか規模とかっていうのは別としても、でも、少なくとも規模レベルで言うと。戦後最大級の、その政治スキャンダルになっていく可能性は十分にあるということですよね。はい、ねまずさ、五千、うん、万とかさ、一億とかさ、<laughs> 何に使ってたんだと。そうですね。<laughs> 何に、この金、どう使ってたんだと。そうですね。それをとにかく。 新聞もね、もっとね、調べてほしいな、金額だけ言っててさ、内容が分かんないんじゃさ、分かんないじゃない、そこに関して言うと、捜査の動向にも関わってくるんですけれどどうも検察関係者に聞いてみると、安倍派の会計責任者は、もうすでに特捜部の任意聴取を受けていて、ほぼ、ほぼすべてを喋っちゃってるんですね。なのでだから そのつまりキックバックの額であるとか誰に1000万円だから松野官房長官に1000万とか橋本聖子さんに1000万円とかそういう金額まで出てきてるっていう意味で言えばもうおそらく会計責任者はしゃべって,し、ま、しゃべっていてでかつ多分資料もあるんでしょう。っていう意味で言えばその政治資金収支報告書への虚偽記載に関して言うとまあその 特捜部としてはまあ固い線として捜査してるんですけれども問題は大竹さんがおっしゃるように何に使ったんだと例えば4000万円キックバックされた5000万円キックバックされた議員がその金何に使ったのっていうところまでもし追及していくってことになるとおそらく近々特捜部が強制捜査すると思うんですけれども派閥,派閥の事務所は間違いないけれどももしそ,れこ,そこまで踏み込むんだったら。 個々別々の議員のその事務所なりとか、自宅なりとかも強制捜査をするということになると思うんですね。だから、そのもうすでに喋ってるので、そのキックバックの全容はおそらくもう特捜部を把握してるけれども、キックバックされた金を何に使ったっていう。大竹さんが一番言っているところまで踏み込むんだったら、特捜部がその個々別々の議員のところまでガサをかけるかかけないかっていうのが多分当面の焦点になってくると思います、ねそれで。これさ何人か捕まるっていう風に。 それよりもらった人はさ結局政治にも使ってなかった自分の懐に入れてた人はさ、うん、返さなきゃダメだよね。 もちろんそうだけど、その前に、だったらね、貯金してましたって言えよと、<laughs> 貯金してますと、一人そんなのいたじゃない、なんかあの手は触れてませんみたいな、本当かよと。100万円レベルの人だと、うん、いやいや、これはちゃんと使いましたって言ってる人もいるし、すで、うん、に3000何百万円をキックバックされた分を収支報告書訂正しましたからって言ってる人もいるけれども。 しかしそれを別にね、あ,あそうですか、その通りで、これで別に問題ありませんというわけにいかないので、うん、特捜部がその本気でそこまでやるんだったら、うん、僕はやるべきだと思いますよ、うん、あの大竹先生の通り、やるべきだと思いますけど、うん、そこまでやるんだったら、うん、特捜部が国別別の議員のところに強制捜査するかしないかっていうのが、今後の焦点ですよね、はい、いやいやいや、まあ、ちょっと人数が多いから、ちょっと薄まっちゃうかもしれないけども、それでもさ、全員、全員捜査だよ、うん、だって。はね、うん あのインボイスでね、1000万円以下でもね、1円まで領収書切ってるわけだよ、1円までの使途をちゃんと明確にしろって言ってるわけだよ、1000万円以下でだよ、何千万円が闇の金になってるんだと、何に使ってるんだと、え銀座行ったのかえ、森永さんは愛人って言ってたけどね、<laughs> いやいや、<laughs> でもね、それでもさ、それじゃなくて集めた金をね、また地元のね、 何かに配ってたのか、それで若い人が当選したのか、当選した人はその派閥の人に義理はないのか、義理があったんだったら、今まで西雲の志の人がその派閥の人に文句一つも何も言えなくなるじゃない、そしたら派閥主体の政治になっていっちゃうじゃない、でもこの派閥は解消しようとして、何回もやったけど、結局解消できずに、今日まで生き残ってきたと。このお金入ってくるザル法 猿砲の名のもとに今日まで来たけど、安倍さんの時には、ちょっとみんな、あの、ね、手をいやだから、芝居をしたんだろうけど、うんうん、ちょっと手をこまねえっていたけど、うん、ここに来て、おもしが取れたからには、特捜は全部やんなきゃだめだよ。問題は、うん、だからその、特捜もね、ここまで来ると、うん やらなければ、うん、逆に自分たちが批判されるというような状況になると、うん、やっぱりもう一歩踏み込んでいくってことになるのでいや、それはもうど、だって<う>、ね、当然しますよ。 そう,だからそういう意味で言うと大竹さん、うん、僕も大竹さんの言ってることに同意しますし、うんはい、そういう意味で言うとこう厳しくやるべきだっていうような世論がやっぱりその特捜検察の背を押すってこともあるのでその辺は本当にそういうことを言っていくことにあの年の瀬、うんはい、みんな特捜頑張れたいとだってねあの内閣の支持率だけきょ、はい、う今日17%ってどこか出てたよな。はい17ねね、このまま やっぱりちゃんとやらないとこの先になんか政治家はに頼れなくなるっていう、ね、政治不信になることになっちゃうね。さあ今日も始めましょう。